ただいまより引き続き武蔵山対清水川の一番、ただいま両力士土俵を降りて水をつけております。あれでちょうど手桶に10杯目です。随分飲むもんでございます。なお武蔵山は東の小結び神奈川県立花郡の出生、六尺一寸五分三十貫。一方清水川は青森県北厚軽の出生、五尺九寸二十六貫。この人は天ぷらが好きです。そんなこと言いやしないでしょうけれども、共に右の相四つ、武蔵に出足早に出る寄り身の鋭さがあれば、清水に上手投げの武器があり、立ち合いに苦戦を制し、鋭く寄り身に出れば武蔵に分があり、これに反しじっくり四つにでも渡り、清水左上手の回しでも敷けば、武蔵といえども苦戦を免れません。ただいま規定の10分に間がございませんで、検査薬からちょいと注意がございました。いよいよ両力士最後の仕切り、四十八回目の仕切りでございます。その前に四股を踏みます。ズシンズシンという地響きでマイクロフォンが後ろ向きになります。そのたんびに向きを直しているアナウンスの辛さもどうぞご登場を願います。いよいよ両力士最後の仕切り、武蔵右を下ろしました、左も添えました、清水これに投げました、行司半身に構えました、じりじりと詰め寄ってます、おけつを振ってます、泥棒猫はネズミ狙ってるようです。立ち気あります、立ち気あります、立ち上がりやした、立ち上がりやした、漏れそうな突っ張り合い、土俵の真ん中突っ張り合い、肉弾をなる30分、芝の散らして突っ張り合いです、芝が、芝が、火が出ました、行司、内輪で仰いで消してます、消してます、のぞまに攻めてます、武蔵、のぞまです、のぞま、しっかりやれー、のぞまだ、ぐーっといけ、痛い痛い痛い、誰だい、おい、僕のネクタイ引っ張っちゃいけない、苦しい、おい、おい、おい、よせよ、おい、離せよ、洋服が破けるよ、破けるような洋服、どこで買った、大きにお世話だよ、言わねえじゃ離さねえ、大変なやつに出っ壊しちゃったんだ。三越、嘘つけ、幕が違うぞ、何でも知ってやんな、実は柳原だ、俺見ろこの野郎、既定品か注文か、大きにお世話だよ、言わなきゃ話さねえ、困ったな、既定品既定品、それが血を見やがる、現金で買ったか、くどいねこいつはた、言うから話しとくれよ、苦しいよ、ゲップだよ、ゲップだよ、熱い相撲だ、しっかりやれ。おい、あのおじいさん変なこと言ってるぜ、熱い相撲だった、熱いわけだよ、タバコの中にタモトが入って燃え出したんだよ、ボー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 燃えてる、誰か教えてやれ、おじいさんおじいさん、タモトがタバコに入って火が燃えてるよ、煽れ煽れ、煽っちゃいけないよ、火が大きくなるよ、水持ってこい水、水は早い水は早い、いけねえや、夢中だからさ、消防署に電話をかけろ、ポンプが来たポンプが来たよ、ポンプが来たよ、おじいさん安心をしよう、自動車ポンプが来たよ、心配するな、火災保険がついてる、あんなこと言ってんやろ、ただいま右四つになりました、失礼左四つでした、やっぱり右四つ、今度は本当の右四つ、土俵の真ん中一呼吸、また一呼吸、両力士の腹は波を打っております、ガバガバンガバガバンという声がこのマイクロフォンを通して皆さんのお耳に入ることを存じます。